今回紹介するのは「戦争の本当の怖さを知る財界人の直言」という本ですマスコミなども大きな誤解をしているアメリカと日本との価値観が全く違っているということに気づいていない資本主義国だから共通の価値観を持っていると思い込んでいるしかし果たしてそうなのか胸が熱くなる本です 平和憲法をもって国際平和を本当に希求する国になるのか戦争国家アメリカに追随しその手下になって世界中の嫌われ者になるのかという選択をしなければならない状況に直面していると品川氏は言う。氏が望むのはもちろん前者である格差の少ない平和で民主的な世界の先導者となること。 それが賢明な日本人の選択すべき道であることをこの本は厚く読者に訴えかけてくる。以上、興味のある方は実際の商品を a m をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。